こんにちは、フルート奏者の町井愛です。今日は、正しいフルートの構え方についてお話ししていきます。久しぶりに、フルートの技術的なことに特化してお話ししていきたいと思います。初心者の方も、長年の経験者の方も、必ず見直してほしい基礎中の基礎、フルートの正しい構え方についてお話ししていきます。皆さんがフルートを始めたきっかけってどんな感じだったでしょうか私の動画の視聴者さんは、どちらかというと、大人の方が多いんですけれども、 学生の時にやっていた吹奏楽部でフルートを吹いていて、それをそのまま就職しても続けているという方や、そのお仕事とかご結婚出産などそういったことで一旦楽器から離れていて、そういった状況が一旦人段落したなというところから再開された方や、 またまた子供の時には一度もフルートに触れる機会はなかったけれども今大人になって素敵だな、いつか吹くことができたらいいななんていうふうに憧れていたフルートを初めて始めて見たという方もいらっしゃると思います。なのできっと最初にフルートに触れたという時期は人それぞれ違うんじゃないかなとは思うんですね。そしてその初めてフルートに触れたという瞬間からきちんとフルートの先生の指導を受けていたという方はどれくらいいらっしゃるでしょうか 部活の中で始めると、なんとなく先輩の見よう見真似で始める方が多いと思いますし、その延長線でフルートを続けていれば、持ち方という基礎中の基礎に立ち戻ろうと考える方が少ないかもしれません。だって別に今フルートを持てているし、吹けているんですものね。大人になってから始めた方も、教則本や YouTube の動画などを見て、見よう見真似で独学で始めていれば、同じように持ち方にじっくりと向き合う機会というのは少ないかもしれません。 この正しい持ち方というのは非常に大切なことで今とりあえず持ててるし私には関係ないって思ってしまうのは非常にもったいないことなんですねそのように思っている方感じている方こそぜひこの動画を見てあなたの持ち方を確認してほしいと思います各いう私も初めてフルートのレッスンを受けた時にぐちゃぐちゃな持ち方をもちろんしていたので持ち方を直すところから始まりました正しい持ち方の方がやっぱり慣れていないので 非常に不安に感じましたし、指も前よりも回らなくなるから、下手になったような感じがして、こんなことやる意味あるのをやりたくないっていうふうに思いました。しかし、先生から、今直してしまえば、今後、持ち方や指のことで悩まなくて済むようになるよというふうに言っていただいて、だったら今直そうというふうに決心しました。直し始めの私のフルートの構えっていうのは、生まれたばかりの小鹿の足みたいな感じで、非常にふらふらしていたんですけれども、 だいたい2週間ぐらいで治すことができました。その時先生は3ヶ月ぐらいかかってしまうかもしれないねっていうふうに言ってたんですが、2週間後にレッスンに行った時にちゃんと持てるようになっていて、非常にびっくりされていたなと思います。あの時先生に治していただけたことは本当に良かったと今思っています。おかげで持ち方の悩みはなくなり、指もしっかりと回るようになりました。 今年は私のデビュー20周年になる年です。それを記念して11月9日土曜日、東京銀座の王子ホールで記念のリサイタルを開催することになりました。ぜひたくさんの方に聞いていただきたいです。この先行受付の期間は5月29日までとなります。プログラムやお申し込みの詳細などはこの動画の説明欄とコメント欄に記載していますので、そちらの URL からたくさんのお申し込みをお待ちしています。 は具体的にににどののよように直しししていけばいいいいいけばかおお話すするる前によくある悪い持ち方の例をお見せしたいと思いますこんな感じになっている方非常に多いです。こんな感じですね。右手の部分はこの小指がピーンと伸びてて力んじゃってるんですね。で楽器がこう手前に転がってくる感覚があるのでこの人差し指のここの付け根の部分をここのキーのバーの部分に触って こちらに倒れてこないようにっていう風に触ってしまっています。なので、キーを押さえてない時は、まあ、こういう感じですかね。小指を押さえてるんだったら、こんな感じ。で、キーを押さえるんだったら、ここに必ず人差し指の付け根がつ,るついているような形で、こんな、こんな感じで押さえているような方、非常に多いです。左手なんですが、人差し指がここの部分がこういう風にぐにっと曲がって、こんな風に持ってる方が非常に多いです。で、手首がこんな感じで上がるっていうか、 なんていうのかな手,く手の、ここの甲の部分が上がるっていう方が正しいですかねこんな感じになってて、こんな感じで3、4、5の指がこう伸びてしまうっていう方が非常に多いです。なので、こんな感じで持っているっていう感じですね。こういう方非常に多いですね。この辺がピンと伸びてて、右手の人差し指はここのバーで楽器を支えてて、左手の人差し指もこういうふうにグニッと無理な形をして、こう。 支えているというような感じです。このような感じですと、まず、リングキーを正しく塞ぐことができません。そして、 指が滑りやすくて均等に動かすことが難しいですで。そして楽器が非常に常にグラグラしていて安定しないということになってしまいます。結果としてフルートにとって大切な三点指示という構え方が全く正しくできていないという状態です。三点指示っていうのはここの顎の部分と人差し左手の人差し指の付け根、そして右手の親指の三点、右手の小指なしでこのような状態で持てないといけないんですが この小指を押さえたりとか、ここを触ったりとか、何かしら補助がないと指を全部離すということができない状態です。では、ここからどのように気をつけていけばいいのかお話ししていきます。まず左手なんですが、このフルートと手の甲の部分がだいたい t の字になるような垂直に構えられるように気をつけてみてください。この人差し指の付け根の部分にフルートを乗せるような感じにしていると、先ほどのようにこんな感じにして、 ここにこう乗せてるような感じにしてしまってると思うんですが、そうではなくここはグニッと外に向けず、フルートと垂直な状態に当てます。横から当てる感じこういう感じです。こう乗せるんではなく、こういう感じ。こうやって横から当てるようなイメージにすると、T 字に構えることができます。こうではなく、こうです。そして、悪い状態ってこういう感じだったんですが、もう少し手のひらを楽器に近づけます。 ま、T 字を意識していれば自然と近づいてると思うんですが、こういう風に伸びて、手首が上がって、手の甲が上がってみたいになってる方多いので、もうちょっと楽器の方にこう近づけてください。でそうすると自然と T 字にもなると思います。でそうすると自然と、こう遠くに手の甲が行っていたので指がこう伸びてたと思うんですが、指もキーに近くなりますので、こう伸びた状態じゃなくて指を丸くした状態でキーに触れることができるようになります。こうだったのが、 こうです。これで、左手や左の指の脱力にもつながって、この4とか5ってやっぱり指が動きにくいと思うんですが、それも非常にこういう状態の時よりも動かしやすくなってくれます。また、右手なんですが、この人差し指の付け根の部分で、ここのバーの部分を絶対に触ってはいけません。 ここを触らないとフルートが持てないとか、ここを触らないと指が上げられないとか、そういう状態でしたら、その持ち方が、まずは問題なんですね。口元、左のここの人差し指の付け根、右手の親指のこの3点でフルートを持って、ここの右手の小指も触れずにフルートをこうやって構えた時に、人差し指の付け根でここのバーを触らずに構えた時に、怖いからここ触りたいっていうふうに思ったりするのであれば、必ず右手の持ち方を見直してください。 で左手の持ち方も関係してくるんですけれども、基本的にはこの右手の親指を置いている位置があまり良くないというのが原因になります。でフルートがこう転がってきてしまうという感覚が多分無意識の中にあるんですけれども、それはどうしてそうなるのかご存知ですかでこうやってフルートを見たときに、ほとんどのキーがフルートの上側についています。少しだけね、この後ろについているものがありますが、ほとんど上ですよね。 でそしてちょっとだけでもこの後ろ側にあるということがまあ原因となってこうフルートを支えないとコロンと手前に転がってきてしまうんです。こうですね。自然とやっぱり重いものが下に落ちてくるのは重力として普通なのでこういうふうにしてたものが支えないとコロンと来てしまうんです。なのでフルートが不安定な感じがするから コロンと来てしまうのをここで止めたいんですよね。それで無意識的に人差し指の付け根でここのバーの部分に指を当てて転がってこないようにしたいっていう風にもう無意識でやってしまっています。なのでこの楽器がこっちにコロンと転がってこないようにするためにはこういうベクトルがこういう力が働いているのでそれに反発するような位置に親指を置く必要があります。 なので、真下から上に持ち上げるっていう、フルートを持ち上げるっていう感覚ではなくて、こう転がってくるものを転がってこないようにするベクトルの入れ方ですね。そういう風な位置で親指を置く必要があります。なので、真下とかではなく、どちらかというと少し楽器の真ん中よりも後ろ側、手前側に、こう、こっちですね。大げさにやるとこういうこと。 真下よりも少し手前側に親指を置く必要があります。で、ここの口元や左の人差し指の付け根と右手の親指のこの3点だと思ってないけど、小指も使えれば、この4点だったらこういう風うに持って右手のここの人差し指の付け根をここに触れずに持つことができるよっていう方もいらっしゃると思うんですが、でだったら大体のことできるしいいじゃないって思うかもしれないんですけれども、ですがそれだと、 チス、での行ったり来たりする指の動きってスムーズにできてますかこういう動きです。チスの時には右の小指以外全部離しますよね。まあこの構えは構えられるっていうことですが、ここからこのでに行く時、ほとんどのキーを離して、ほとんどのキーを一気に押さえるっていう風になるじゃないですか。この時に、交換が、指の交換がうまくいかなくて、 グラグラしてしまったりとか、あとはその、この瞬間は、ここの、チスの瞬間は、右手の人差し指がここのバーから外せていたとしても、イになる瞬間に、やっぱり楽器が手前にくるんって動いてきてしまうので、ここの持ち方がぐらぐらしてしまうっていうのを感じて、右手の付け根をここで押さえちゃったりとか、まあ、イがうまく持てないとか、まあ、何かしら動きがうまくいかないっていうことが起きてしまうんですね。なかなかスムーズには動かせていないと思います。 よくゆっくりやって確認してみてください。楽器がグラグラしてるとか何かしら起きています。なので、口元左の人差し指の付け根、右手の親指のこの3点で、右手の小指のサポートなしでしっかりと構えることができて、さらには先ほどのチスで、チスでというふうな指の動きをしても楽器がグラグラしない。そういう持ち方ができるようになる必要があります。 私の生徒さんでもこの持ち方を大改革された方がいらっしゃいます。学生の頃からフルートをやっている長年の愛好家の方です。やはりその長い間でついてしまった癖だったので、本当にこれ直せるのかなできるようになるのかなっていうふうにすごく絶望されていたんですが、4点はできても、やっぱり先ほどのチスでチスでってやると人差し指で支えようとしてしまうで。人差し指を触れないともう楽器を指を離すのが怖いみたいに感じていらっしゃいました。 ですが、いろいろアドバイスさせていただいて、1ヶ月後のレッスンでは、ほぼ完璧に3点指示ができるようになっていました。その時はまだ考えながらでないと、昔の癖に戻ってしまうというような状態ではあったので、構えるときに、えっと、ここはこうで、ここはこうでっていうふうに考えながら吹き始めるような感じでしたが、焦らずにその構えを繰り返していくことで、しっかりとそれが定着していって、悪い癖がなくなって、正しい構え方で、今では無意識でスッと構えられるようになっています。 その生徒さんのおかげで私はやっぱりこの長年の癖であっても本人の意識と努力でこんなに短時間で治すことができるということを証明してくれたので本当に私も感動したし嬉しかったですいろんな方を日々レッスンしていますが音大生や音大卒の生徒さんでも日々の練習で本当に忙しくてそういった基礎を見直す時間がなかなか取れなくって昔ついた癖のまま演奏しているという方も少なくないんですね 見ていてもったいないなというふうに感じることもあるんですけれどももちろんその人の手の大きさとか指のつき方とか骨のつき方とかそういったことが人それぞれ違うので一概には言えないんですけれども構え方が治ればそのパッセージもっと指の動きスムーズにできるのになというふうに感じることがありますなのでコンクールとか試験とかなかなかそのように基礎を直すっていうような時間が取れなかったりするので そういったイベントが終わった後にリハビリをするようにしています。フルートの正しい持ち方にこだわると最初はなかなかうまくいかないという風に感じるかもしれません。ですが、これからのフルートの長いすべての人生の中で悩むであろうことの多くをこの構え方を見直すことでなくすことができて、 もっと自由に音楽を楽しむことができるようになるということが分かっているのであれば今、1、2ヶ月この構え方を直すということ、長年の癖を見直すということに時間を費やすことは決して悪いことではないんじゃないかと私は思います。ぜひ一度持ち方をしっかりと見直してみてくださいね。この動画が良かったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。